だから石野はね引かない方がいいんですけどね、どうしてもやっぱり引いちゃうんだな。これねリャンソーポン藤崎タンヤをここで気づくんですよ。怪しい動きですねサブロソ、はい、なんで安いじゃんってそうここで気づく、やられたって、うん、これ滝沢親でしょ。そうなんです。痛いなこれサブロソで蹴られますね。サブロソいい町ですね。いい町なんですよ先にウッパーマン引けるか。キューピンも2枚見えてますね。ああ先に掴んだっていう恐ろしいパターンですね。しかもリャンソーポンが入ってるわけですね。あこれ当たるイメージがあるんですよね。滝沢だから止まったんですね。ああ嫌だなってほら打たない打たないです、はい、ほうなんとかこらえたと。こらえてますね、ただこの先もこらえきれるかどうかは分かりません。あの辺のセンスいいですね滝沢のね、そのあの出たパッソから想像のちょっと連続というか複合系をイメージしたんですかね。まああるなっていうあのねポンのタイミングと自分の引かされたタイミングでもあるんじゃないですか。ああ掴んだなっていう、そうですか。経験則でしょうけどね、単にね。だよくしっかり麻雀を打ち込んでる人はすぐそれ気がつきます。うまい重ねた。ほう9ピン落とすかな。9ピンでしょ。9ピン落とすか。これは9ピンですよ。ここはね9ピン切りしかない。そう大したもんだ。ドラやるな。これは反撃あるかもしれないですね。これ反撃あるかもしれませんね、このこらえはね、今にもありそうなサブローソーをロー9番、テンパイ入った佐々木来た。滝沢にリーチが入る。こかしちゃったんですよパイを。ああそうなんですか。どうするんだろう。まあ関係ないんだろうけど見せ配ないですからねまあパワーの方でおい立つもんすごいうまい。すごい上がりですねこれ。これは見事ですね。あらお見事。4000オールなんだこの対局って感じですよ。素晴らしいですね今の上がり。なんかすごいですね、いやーしかしあの3走で止まるっていうのはやっぱりプロの嗅覚ですね。3走が止まってね、まあ9ピン落とすっていうのは一連の流れなんですけど、でもやっぱドラドラじゃないですか。ね。